なかなか手こずらされたが、ようやく追い詰めたぞ。観念しろ。今捕まえてやる。そら、そら、てめえ。つかさくん、全然捕まえられてないよ。あ、分かっている。チョコマカと。しかも心なしか俺をバカにしているような。まあ確かに少し舐められている感じはするね。クソ、ここまで走ってきて体力も削られてるというのに。もういい、やむをえん。バナナは諦めるぞ。ここまで追いかけてきたのに。仕方がないだろう。ネネの言う通り、野生の猿のたくさに都会っ子の俺たちがかなうわけなかったんだ。何より全てを失うわけではない。俺たちにはまだバケツいっぱいの木の実や山菜があるのだからな。いいかネネ、そのバケツだけは奪われないようにちゃんと守っておけよ。俺たちの生命線なのだからな。分かってる。それじゃあ戻るぞ。翔介さんが腹をすかせて待ってるからな。そうだね。私も。ねねちゃん、一つ秘策があるんだ。え？どうやらあの猿たちはなかなか賢そうだ。僕たちの行動や言動を理解しているように見える。だからこそ僕たちの得意分野で戦うことができるんじゃないかと思ってね。みんなの得意分野もしかして天気のこと？その通り、一芝居打つのさ。作戦はこうだよ。猿たちを追い詰めたら一度バナナを諦めたように見せる。バナナがなくてもこれがあるから大丈夫だと、バケツいっぱいに取った食材を見せつけてね。そうしたらきっとあの猿たちはバナナだけじゃなくてこのバケツも奪おうとしてくるはずだ。そこで飛びかかってくる隙を狙って網を投げて猿たちを捕獲する。なるほどね。でもその網はどうやって用意するの？さっき拾っておいた鶴と海岸で拾っておいたちぎれた漁業用の網を組み合わせて捕獲ネットのようなものを作ろうと思う。それを投げて猿たちの上にかぶせられれば作戦は成功ということさ。なるほど、完璧な作戦だな。それで配役はどうする？猿を先導する役は司くんが適任だと思うよ。そしてバケツを持って猿を引きつける大役はネネにお願いしたいと思う。どうして私なの？さっき猿たちはネネからバナナを奪ったからね。今回もネネが持っていたらまた奪えると思って寄ってくるはずだよ。そして網を投げるのは僕と M 君の役目だ。ネネは猿たちに食料がたっぷり入ったバケツをちらつかせながらうまく僕たちの近くに寄ってきてほしい。それでお猿さんたちも寄ってきたところで私たちがバーンって縄を投げて捕まえればいいんだね。作戦はわかるけど、野生の猿を引きつけるなんて。ねねちゃん、きっと大丈夫よ。え？確かにすごく怖いと思うわ。小さなお猿さんとはいえ野生の動物に立ち向かうなんて
普通の生活じゃ見えないし。でも、私はネネちゃんが、もっと怖いことに立ち向かえる人だって知ってるもの。怖いこと？あ、もしかして、さっきのバナナを取った時。ええ、それもあるわね。でも、もっと身近にもあるはずよ。ネネちゃんだけじゃない。司くんたちや、私も、何度も経験してるものが。え、それって。もしかして、ショーのこと？大正解！舞台に立つ前って、いつも、ちょっと怖いわよね。うまくできるのか、お客さんが、どんな反応してくれるのか。でも、ネネちゃんは何とかってそれを乗り越えてきたじゃない。そうだね。ステージから離れていたネネちゃんが、もう一度ステージに立った時も、とても勇気が必要だったんじゃないかな。カイトさん。ネネロボちゃんが動かなくなっちゃった時も、とても綺麗な歌をアドリブで歌って、すごかったわね。それはそうだけど。舞台に立つ時の怖さと、猿に向かってく怖さって、ちょっと違う気がする。でも、確かにあの本番前の独特の緊張感とか、セリフ飛んだらどうしようとか、歌の音程がずれたら失敗しちゃうかもとか、そういう怖さに比べたら、今は。それに、ネネちゃんは大丈夫よ。だって、今まで怖いと思ったこと全部、どうして乗り越えられたのか、思い出してみて。そうだ。しっかりしなきゃ。私ならやれるはず。だって、みんながいるから。だから今回も、きっと大丈夫。ネネちゃん！